いよいよ紹介させていただいている Please Understand Me 2カーシー博士が、はい、多分タイプ別の比較が多分これで最後になるのかなと思うんですけども、結婚した時の役割、育児の役割、指導者になった時の役割、はい、っていうのがそれぞれ違うよっていうので今日紹介させていただきますと、はい、ではまず The Social Rules Artisans Play と、はい、SP アーティザンが果たす社会的な役割、社会的な役割には社会的な状況における立場から与えられるものと自分から選んで引き受けるものが2種類ありますと。私たちの社会のやり取りでは役割を果たさないことは不可能だと。親には子どもの役割を果たし、まあ、子どもの世話をするということですかね、親の役割があって、兄弟姉妹にはまた兄弟姉妹のそれぞれの役割があってと、広い家族のメンバーにはそれぞれまた役割がある、一方で配偶者には配偶者の役割っていういろんな役割があって、それぞれタイプが違うよっていうところで、アーティザン SP から言いますとザ・プレイメイトだと。アーティザンの配偶者としての役割は見事なものですと。最も快楽主義的な性格であるアーティザン SP は配偶者を明るくすることを求め、プレイメイトの役割を果たすことで、まあ、プレイメイトっていうのは一緒に楽しむ人みたいな意味が書いてありました、うん、はい、配偶者に喜びと興奮を提供することに専念しますと。ほとんどのアーティザンはガーディアンと結婚するか、ガーディアンというのは SJ ですね、はい、最初からガーディアンと結婚していますと。その理由の一つはアーティザンとガーディアンは合わせて人口の 85% を占めているため、レイショナルズやアイデアリスト NT や NF と出会う可能性はほとんどなく、結婚する可能性が、いや出会う可能性もほとんどなく、さらに結婚する可能性はより少ないと。もう一つの理由はアーティザン同士の結婚は比較的不安定であり、数ヶ月または数年後に終了することが多いと。離婚したアーティザンが2回目の結婚でガーディアン SJ を選ぶことがあると。そして3つ目の理由として SP アーティザンと SJ ガーディアンはお互いに非常に素晴らしく補完し合う傾向があるためですと。詳細は別の章でまた紹介しますと。最低でも言えることはアーティザンとの結婚は興奮に満ち楽しく決して退屈ではないということですと。相手の気質が何であれアーティザンとの結婚は魅力的で羨ましいものになるでしょうと。自覚ありますか？俺の家族はないです。みんな興奮しているないです、はい、嫁ちゃんが SJ の可能性っていうのは、はい、わかんないです。しっかり者、そうでもないんじゃないですか。ベールですよね、はいはい、何も見えてきません、はい、では引き続き、ザ・リベイター・ペアレント、解放者としての親とありますね。自らに自由を求めるアーティザン SP が自分の子供たちにも自由を望むのは非常に自然なことだと。彼らは子供たちが特権を悪用するのを黙って見過ごすわけではないが、いや怒るときは怒るがってことですかね。アーティザンは子供たちに自分の周りの制約の限界を試してみることを奨励し、できるだけ早く独り立ちさせる傾向がありますと。子供たちが飛び立てる準備ができたら巣から押し出されるような感じですと。なるほど、すぐに追い出そうとするんですね。子供たちを解放する一環として SP 型の親は 手道具の使い方、物を作ること、乗り物を運転すること、ゲームをすること、スポーツや演劇に参加するなど具体的な活動を学ぶ機会を提供することがあると。要するにアーティザンの親は他のタイプよりも子どもたちとの社交、個性の形成、
結びつきに対してはあまり、解放者としての親ですね、あまり心配せず、むしろ彼らが自由な精神を持ち、世界が持つ喜びを試すために十分な度胸を持つよう励ます、奨励することに重点を置く傾向があると、はい、これまさしくな感じ、そんな感じです、やれと、やれと、やってこいと、はい、やりたいことはやれと。怒ったりはします？何にですか？例えばやりたいことはやれって言って、はい、例えば高速で禁止されてるけど、はい、原付の免許を取ったと、アルバイトをしたと、はい、別に怒らないですよ、君の人生だと、はい、あの犯罪とかじゃなければ。ああ、なるほど、はい、要はギリギリまで試せと。はい、なるほど。高速もまあよっぽどの高速、退学になるようなとかだったら言うと思いますけど、はいはいはい、やめとけよと、はい、まあでもそこまでしたことないんで分かんないですけどね、はいはい、でザ・ネゴシエイター・リーダーと、リーダーとしての役割はネゴだと、はい、ネゴシエイターだと。アーティザン型は交渉者であり、その瞬間に手元にあるものやその状況を利用して交渉を進めることができると。 SP 型は常に優位性を 見つけ出すことに長けており、さすが戦術家ですね。それが彼らを優れた交渉者として際立たせるのでしょうと。要するに彼らに SP 型にとっては優位性が大切だと。アーティザンは他の人と同じ簡単さと正確さで見つけることが難しい優位さを容易に見つけることができる。ちなみにこれがなぜ SP が企業や機関のトラブルシューターとして優れているかについてはまた別の章で話します。とりあえずアーティザンがリーダーシップの役割を果たす際、彼らは緊張した状況での交渉においては類を見ない存在となりますと。はい、まあ、なんか口は強そうですよね。わかんないですけどね。これはなんか T だと思ってたんですけど、はい、そういうわけじゃないんですね。と思いますけどね。その交渉ごとっていうか仲良くしましょうみたいなのはあんま得意じゃないんですよね。まあ特殊なネゴは必要ないですからね。はい、はい、なんかこうトラブルが起きた時にもうここ何こうすべきかみたいな決まってくるわけじゃないですか。はい、そしたらもうここを口説き落とすしかないみたいな発想になってくるんですよね。なるほど。絶対ここを落とさないともう先に進めないみたいな。はい、で、まあ、そうするにはどうしたらいいかみたいなことを考え、もうそういうことばっかり考えてるみたいな感じですよね。羨ましい。はい、はい。